来年鳥取県で開かれる年輪ピック開幕に向けて大会を PR するキャラバン隊が結成されました。この日は年輪ピック開幕まで500日となったことに合わせて、鳥取市の鳥取県庁でキャラバン隊の結成式が行われました。年輪ピックは60歳以上の人たちを中心としたスポーツや文化の祭典で、来年10月に鳥取県で初めて開催されます。キャラバン隊は大会までの期間中、県内外のイベントでオリジナル体操を披露するなど大会を PR します。せっかくですからね、やっぱり盛り上げていただいて、この鳥取の素晴らしさ、これを全国の皆さんに、また県内でも広げていただきたいなと思います。年輪ピックは来年10月19日から4日間、県内19市町村で29種目が行われます。